何をアートとするかっていう話がまずあると思いますけども、あの私の場合はその表現されたものっていうのが開かれて、作品としてじゃなくてもいいんですけど、表現されたものがその開かれるっていうことで、そのいろんな人がいろんな解釈をそこに、持ち込んで、そこで何かこういろんな予想もしないような展開が起こるっていうことが、働きみたいなことがアートっていうものの力の大きい、作用の一つかなというのは思ってます、だけどなんか一応には言えなくて、でいろんな自分が今までこれまで生きてきた中ですごく好きな作品とかそういうもので価値観をこうが壊れて次の新しい価値観になったりとか、ものの考えが変わったりとか、どこかやっぱりそのオルタナティブのに生きる方法みたいなとか考える方法を示してくれたみたいな、そういうこともあるので、かなり独自性を持った、個性的な考えみたいな風にも取れるかなとは思います。つかみようのないものであるとは思います。だからアートっていうとまた全然違う意味もあると思うので、その高額で取引される作品とか、いろんな風に言えると思う、いろんなことを言う人があるし、実際いろんな作用があると思うけど、私はそういう風に、今言ったような感じで捉えてますけども、震災後にそのアートかアートじゃないかとか、芸術か芸術じゃないかとかっていうのは私はあんまり意識してこなかったですけど、ギャラリーとかにも所属してないし、その作、写真の作品を作ってそれを展示するっていうことがをずっとやってきたので、それがなんかこうアートとか芸術っていう言葉にどう当てはまるのかっていうのは あんまりよくピンときてなかった部分もあるかなと思うんですけど、写真の作品であるっていう自覚はすごくありましたけど、ただその震災後にアートに何ができるかみたいなことがすごい叫ばれて、でそれは私結構質問で結構いろんな人からいろんな方面から受けた記憶があって、 でもその問いっていうのはアートに何ができるかっていう問いが、どこかねじれているような気がして、ずっともやもやしてたし、そんなになんかこう何か一方的にするようなものでもどこか何ができるかっていう、なんかちょっと上からの目線な感じでのものでもないし、なんだろうなというふうに思ってたんですけど、でもやっぱり何がどう表現されているのかっていうのはもうその作家の人たちとかどんな人でもいろいろあるじゃないですか。でそれをアートと呼ぶっていうよりは、最近はその自分がオープンスタジオを始めたとかっていうこともすごく大きく作用してて、そのなんていう土台そのものっていうか土壌っていうか、そういうその表現行為、表現されるものをするものっていうものがその行われる場所とか土台そのもの、その場所だけではないですよね、土台っていうと、そういうものが育まれる土壌のようなことの方がアートって呼ぶのにはいいのかなというふうには、そう呼びたいっていうのは少しありますね。てかね、アートって言われるとそのよく分かんなくなる時があるんですけど、混乱もする言葉じゃないですか、だからただその自分がどういうものに影響を受けて大きく人生が変わってきたかっていうことで考えると、どこか本当にその人の正直さみたいなのがむき出しになったようなもので、そこがどこかと縁が切れてたりとか、
なんかこう文脈をぶった切るようなものだったとしても、なんかそれによってものの見方が反転して、あの世界が違うように見えてくるっていうようなことを、うん、そういうような作品には私はすごく影響を受けてきたし、そういうものに救われてきたとも思うので、そのそれがアートだっていうふうにはなんかちょっと言いづらいなとも思うんですよ、うん、だから働く場としてアートっていう言葉があるのはいいなとは思いますけど、そこで作品がイコールアートっていうふうなことっていう風になるのかなっていうのは最近なんかちょっと疑問に思うぐらい、うんうん、特別な作用のある、うん、な気がします。あの表現されたものっていうのは、うん